本当にあのバーって一気にこの話題が広がるのが、うん、あのインスタ映えするインスタ映えするあ、まあ、社長知ってるかな、はい、インスタ映えってわからんあの写真そういう映えじゃな、映えじゃなくてもうこういう映えじゃなくてこういう映えじゃなくてあの映えじゃなくてあのインスタグラムインスタグラムって言って、うんうん、あの SNS があるんですよ。あ、これでね、はい、Facebook みたいに画像を上げて、はい、あのみんなに配信してるのがあるんですけど、あれをあのインスタって言うんですよね。あ、そのインスタインスタ映えするあのあ建物とか、はい、この食べ物とか、はい、それがみんな可愛い可愛いってあの女の子とかが写真撮るんですよ。でそれを出すと宣伝しなさいって言ってないけど、宣伝してよって言わなくても勝手に発信してしまうから、うん、バーって広がるんですよ、うんうんうん、でそれをあインスタ映えって言ってるわけね。だから例えばソフトクリームってあの真っ白じゃないですか、うん、真っ白なものを何かこう、まあ、カップとかそのソフトクリームにあのトッピングなんかとか、このインスタグラム女の子が、うんうん、あ可愛いって言って写真撮ろう、これをみんな発信しようとかっていう、そういうあのものにまたあのちょっとアレンジしても面白いかなと思うんですよね。あ、なんか、うんうん、その娘と息子はまだ若いから、はい、そんなことも考えてるかもしれない。でしょうね。僕はそんなことわからんから、うんうんうん、僕は味で勝負だと思ってる。あ、はい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 、あ、味で勝負ね、うん、進化の、はい、まあ本当に昔の人はそうだよね、うん、今ももう本当に味とかっていうよりもこのインスタ映えって言って、うんうん、もう奇抜なもういろんな色を使って、うんうん、もうなんていうの、可愛いから写したいとか、うんうんうん、そんなのを作るんですよね、うんうんうん、いやそれはそれで商売の仕方でどういう方法もあっていいと思うけど、うんうん、だからそれは一時的に流行するけど長続きはしないんじゃないかと。あ、なるほど、うんうんうん、それはね、流行はそうですね、流行でも、うん、本当に美味しいというんだったら長続きするかなと思って。まあそうですね、うん、きっかけはそこから始まってももう本当に味が良ければ長続きしますからね。正解、うんうんうん、今の本当に、うん、さすがやっぱり的を得てるね、はい、あ、やらね、うん、この、普通の流行り廃りじゃないんですよね。普通の塩ソフトっていうのは、うん、普通のソフトクリームに自分で塩かけてるじゃない、はい、うんうんうん、それ濃淡があってあんまり辛いところもあれば辛くないとかいろいろ、うん、味が一定してないわけです、はい、うんうんうん、私は全部同じ濃度にするんですよ、うん、味を、はい、そこが美味しいんです、うん、で辛くもなければ、うん、もちろん美味しくもあり甘くもあるけど、うん、それが口に残らんという感じしましたでしょう、うん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 、そこがあの大人のソフトクリームなの。はあ、うん、大人のソフトクリーム、そう、子供は甘いのが好きなのは大体わかりますけど、うんうん、でもあれ子供が食べても喜ぶんじゃないですか。あ、もちろんだから、ね、ソフトクリームは子供だけの、今までのはもしちょっと大げさな言い方すれば子供が好むソフトクリームだったとして、うちまあさ大人も子供も好むアイスクリーム、うん、老若男女言えてないってことだね。そういうことだね。そういうことそういうこと、うんうんうん、いやあれね、ぜひあの食べたことない人いましたら、うんうん、あのぜひぬちまーすソフトクリームをね、うん、あの食べてもらいたいですね。そうですね。あ、でもあれは別にあのソフトクリームになんか色をつけてとかじゃなくて、うん、例えばカップとかでも、ね、なんか持って食べてたら、あ、うん、あれぬちまーすソフトなんだみたいな、うん、カップとかにでもなんかぬちまーすソフトとかっていうこの、あー、マークを入れると、うん、そうそう、マークとかが入ってたら、うん、道でね、あの食べながら歩いててもわかるじゃないですか、うん、で今のところは、うん、今度はそのいいですか話しても、はい、全然、一応15坪ぐらいの店に、はい、一応座って、旅行にいらっしゃってるお客さんは歩き疲れてるだろうと。ああ、はいはいはい、はい、だから中に入って休みながらどうぞということで、あ、はい、食べてもらう、はい、うん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 、一応15席のシートを用意してます。ああ、それもいいですね。また中の商品も見れるしね、うん、そうすることで、うん、商品も、うん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 、要するに持って歩くっていうのもあるけど、うん、
入って食べるっていうのも休みながらいいんじゃないかと。うん、確かにちょっと一息ね。ですね、うん、まあ、これ僕の意見ですよ、はいはい、要はソフトクリームって食べる時間は短いじゃないですか、うんうん、30分も1時間かからないですよね、うん、だけど、もう本当に、お店のこと考えない人もいて、うん、1時間も以上も、ゆっくり人がいるんですよ、休む人が。あ、おしゃべりとかでね、もう回転が悪くなって、うんうん、他のアイスクリームソフトクリーム食べたいお客さんが入れなくなってしまうとか、こういう現象とか、いろいろ、まあ、観光地ではあるんですよね、うんうん、で東京ですごい今売れて、うん、もうとうとう一部上場した、うん、やっぱりステーキってあるじゃないですか、はいはいはい、あれは立ち食いステーキ屋さんなんですよ、うん、立って高級なステーキを食べさせるんですよ、うん、でそれの回転率がすごくて平均が20分ですよ、オーダーから帰るまで20分、はいはいはい、だから回転がいいから15坪とか20坪の店でもものすごい売り上げで、うん、もう今もの何百店舗行ってるのかな、あ、それがもう一部上場してるんですよ、すごいですね、数年前、やっぱりステーキができてまだ5年も経たないと思うんですけど、はいはいはい、もう一部上場してて、そのノウハウがそうなんですよ。へえ、面白い。もう普段座ってゆっくり食べたら4000円ぐらいするステーキがもう2800円とか、うんうん、2600円とか安くで食べれる、で、うん、だけど立ち食いなんですよ、うんうん、立ち食いステーキで回転を良くして売り上げを割って上げて、うん、うまいやり方だなと思って、すごいですね、うん、だから、うん、もうだから回転率を上げるっていう意味では、まあ、社長のその優しい心遣いで疲れてるだろう、休んでほしいなっていうのが多分ね、伝わるのか伝わらないか分かんないけどそれを、いいようにとって、うんうん、もう30分も1時間も、うん、もうただぐだぐだと休まれたら、うん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 、結局椅子を取ってしまうことになるんじゃないかなっていう、まあね、まあ、その時にはまあ2つか3つぐらい食べてほしいですよね。外に置く分にはいいと思うんですよ、うんうん、外に椅子を置いたらみんな食べてるのを見せるために、あ、みんな美味しそうなの、中何食べてるのかなって、うんうんうん、中入ったらあーこれだっつって、うんうん、中には椅子置かないでみたいなのとか、うんうん、なんか見せるためのちょっとまず外からテーブルを置くと、まずいろいろやってみてからですね、多分ね、そうですね、はい、はい、うん、まあ、確かにトマトのスペースがあるからかもしらんけど、うん、次第にぬちまわ商品が売れるようになると、うん、そのスペースにぬちまわ商品が置けるようになって、うん、腰掛けがなくなるかもしれない、うん、でもね、商品は本当に確かなんでね、とも美味しいので、まあ、ぜひ、オープニングの時、オープニングあとね、はい、チーカーと一緒に食べに行こうね、またね、はい、那覇に ね、 ね、うん、平和通りですよね。平和通りのどの辺ですか。国際通りから、うん、降りていって平和通り入る、道が2つ大きい2つあるじゃないですか。元の平和通りね。あ、元の平和通り三越の向かいから、そうそう、から入っていって、はいはい、100メートルぐらい行くんじゃないかな。ね、皆さんに言えば、那覇天物館があって、うんうん、で、元の三越、最近まで吉本のね、うん、お笑い吉本の、うん、いろいろやってた、うんうん、あそこの前あたりのこの信号から入っていくところの平和通り、はいはい、あそこの入り口入っていったらもうわずか100メートルぐらい、わずかじゃなくて100メートル100メートル歩いて左側、はい、左側です、左側に、はい、にぬちまわソフトクリームがありますから、ぜひ食べてみてください。沖縄に来た、うん、まあ、平和通りに来たがいいかな、うんうんうん、いらしたお客さんにはぜひ食べてほしい、はい、そうですね、本当に一度食べたらこんな美味しいのはない、はい、言い切った、社長言い切った。じゃあ、例えばですね、この FM ゲネマンレッツ深呼吸で今社長がから聞きましたって言って、うん、ぬちまわソフトクリーム食べに行ったら、うん、割引とかあったりとか、これは券売機があるんで割引できない。そうなんだ、券売機か。券売機なんですね。